ルイス・リードによる1894年の雑誌ポスタールイス・リードはイギリス生まれのアメリカ合衆国のイラストレーターであるアール・ヌーボーのスタイルのポスターを制作したスタッフォード・シャアのストーク・オントレントで生まれた父親は陶芸家・工芸家でスタッフォード・シャアの学校で美術や工芸を教えていたジョージとフレデリクの二人の兄も父親の教えを受けて工芸家となった ルイス・リードは、早くから、絵の才能を示したので、父親は1872年に13歳になった、ルイス・リードをパリに送り、ギュスターブ・ブーランジェの下で学ばせた。3年間、パリで学んだ後、イギリスに戻り、ストーク・オン・トレントの陶器メーカーのミントンズ・リミテッドやジョサヤ・ウェッジ・ウッド・ド、サンズ・リミテッドで働いた。1879年に、奨学金を得て、 ロンドンのロイヤルカレッジ・オブ・アートで学び、1881年に卒業した後はウェッジウッド &CO ・リミテッドや出版社のキャッスル &CO ・リミテッドで働いた。1883年の秋、アメリカに渡り、ニューヨークの出版社、D ・アップルトンカンパニーの編集長になり、翌年アメリカ女性と結婚し、アメリカ市民権を得て、 ブルック人のフラットブッシュに今日構えて、ニューヨークに40年間住むことになった。1890年代の初め、ポスター画家として働き、その作品には、パリで活躍していた、アール・ヌーボーのイラストレーター、ウジェーヌ・グラッセのから強い影響が見られる。リードの作品は、ハーパーズ・バザールや、ハーパーズ・マガジン、ストリート・ニコラス・マガジン、ザ・センチュリー・マガジン、レディース、 ホームジャーナル、スクリブナーズ・マガジンといった雑誌に掲載された。1895年にボストンで開かれた最初の国際ポスター展覧会でアメリカの最も優れたポスターに贈られる賞を受賞した。1890年代後半になってポスター美術の人気が下火になると書籍の差し絵の分野で活躍した。出版社。 ハーパーズから1902年から亡くなる1928年まで子供向けの本に多くの写真を描いた。趣味の釣りに熱心で釣りに関する多くの書籍も執筆している。ありがとうございます。